はい、こんにちは、レトスの小野です。5月31日の3問に入る前にご連絡を差し上げます。短期集中実力アップ講座の現在の割引価格は、今日までです。明日になりますと値上げになってしまいますので、お早めにお申し込みください。昨日の動画でもお伝えした通り、勉強の仕方を間違えなければ、6月からでも合格はできます。なので、今年の合格目指して、今からでも一緒に頑張っていきましょう。そして昨日の動画、6月から宅建合格するための3ステップ。これについては、この動画の下の概要欄からご覧いただけます。また右上にもお知らせボタン出しておきますので、そちらからもご確認いただけます。それでは本日の3問に入ります。建物に留置権を有する者は、当該建物の火災によって生じた保険金から優先的に弁済を受けられる、丸か×かという問題です。考えたい方は動画一旦ストップしていただいて、この動画の下の概要欄から問題文ご確認ください。答えは誤りですね。留置権っていうのは物上代償を有しません。そのため保険金から優先的に弁済を受けることはできないということなんですね。留置権っていうのは目的物を留置することにより、目的物っていうのは今回の問題で言ったら建物ですね。これを留置することによって弁済を促す権利だからなんですね。この問題っていうのは、基本的な問題なので、覚えておけば解けます。ただ、そんな勉強では、本試験では対応できません。留置権については、あまりテストにも出ないので、そもそもどんな権利なのか、何がポイントなのか、他の分野とどのようなつながりがあるのか、これらを理解していない方が非常に多いです。そのような状況では、合格はできないです。必ず理解しておきましょう。権利関係は捨てるっていう方いますけれども、それは非常に危険です。捨ててしまうと、権利関係で4点ぐらいしか取れなくなっちゃうんですね。これでは、他の分野で 85% 以上点数取らないといけない計算になっちゃうんですよ。これだと正直難しいですよね。それであれば、権利関係で最低7点。これを取れるようにした方が合格しやすいです。権利関係をすべて捨てるというのではなくて、半分取れるくらいの実力をつけるようにしましょう。そのためには、過去問レベルはしっかり理解しておくようにすることが重要です。捨てるのではなくて最低限の実力はつけておくっていうことですね。で、問2ですね。免許の要否です。E が所有するビルを賃借している F が不特定多数のものに反復継続して転退する場合、E は免許を受ける必要はないが、F は免許を受けなければならない。丸か×かという問題です。まず、E さんが所有しているビルがあって、それを F さんが借りているんですね。賃借しているっていうのは借りている。つまり、E さんがオーナーであり貸主です。で、F さんが借主なんですよね。で、この F さんが不特定多数のものに反復継続して転退する。これ転退ってまた貸しなんですね。そういった場合ってことは、F さんは転退主、また貸しをしている貸主なんですね。そして質問内容は2つあります。E は免許を受ける必要はない。丸か×か。F は免許を受けなければならない。丸か×かと。二つ質問されているんですね。で、まず、E さんっていうのは、所有者であり、かつ、貸主なんですね。そして、貸主が行う賃貸する行為、これは取引に該当しません。従って免許不要。また、F についてなんですけども、F は E から借りて、それを転貸してますよね。また貸しをしている。で、借りる行為、また、また貸しをする行為、いずれもこれ取引に該当しません。従って、F も免許不要です。そうすると、これ前半は正しいんですけども、こっちですね。F は免許を受けなければならない。これが誤りになります。で、問い3です。F が市街化区域内に所有する2500平米の土地について、G が銀行から借り入れることができることを停止条件とした売買契約を F と G との間で締結した場合、つまり F さんが売り主で G さん買い主です。そして G が銀行から購入資金を借り入れることができることに確定した日、この日から起算して2週間以内に G は事後届出を行わなければならない、丸か×かという問題ですね。で、まず市街化区域内の2500平米の土地の売買なので、事後届出は必要です。そしていつまでに事後届出をしなければいけないのか。これは停止条件付きの売買であっても原則通り、契約を締結した日から2週間以内なんですね。で、今回の問題で言うと、銀行から購入資金の借り入れることができることに確定した日、つまり銀行が貸してくれますよって言ってくれた日、
その日から2週間以内ってなってるんですよね。なのでこれが誤りなんですよ。この日からじゃなくて契約を締結した日、この日から2週間以内に G は事後届出を行わなければなりません。よって誤りになるということになります。まあ、基本事項は頭に入っていて、それを使えばこれは解ける問題なので、絶対に解けるようにしておきましょう。そして、初めにもお伝えをした通り、短期集中実用カップ講座は、今日の夜中の23時59分59秒までは今の価格なんですね。明日になりますと値上げになります。6月に入ると値上げになりますので、もし今年絶対合格したいっていう方は、ぜひ短期講座ご検討ください。そして、一緒に勉強して今年の合格を目指しましょう。短期講座については、この動画の下の概要欄に URL 貼っておきます。で、そちらに短期講座の流れ、どんなものなのか、動画で解説してますので、そちらぜひご確認いただければと思います。